久留米市の大久保勉市長はきょうの定例会見で、今月中に希望する高齢者全員に2度のコロナワクチン接種を終える見通しになったと明らかにしました。 久留米市ではおとといまでに予約した65歳以上の高齢者の96%を超える74.79%が新型コロナウイルスの1回目のワクチン接種を終えていますこれは全国や福岡県の平均を10ポイント上回る高い接種率です およそ58%が2回目の接種も終えていることから大久保市長は政府が求めている今月末までに希望する65歳以上の高齢者へのワクチン接種を終えられるとしましたまた予定されていた東京オリンピックケニア選手団の事前合宿については規模を縮小して10日から24日まで受け入れると発表しました